なんだよ。あ、近い近い近い。本日の一本です。今は箱根のヒルトンです。グラスファクトリーの白のメガネです。そうですね。これも、かなりずっと使ってます。すごく綺麗な生地使ってるんですね、白の。横ラインのこの透かしがね、またたまらなくいいです。定価もね2万円ぐらいなんですけどね、本当にずっと使ってるメガネです。こちらグラスファクトリーの白です。こちら今ヒロトン、小田原です。ヒルトン眠すぎる眠すぎる眠い。お風呂行きます。お風呂12時だとやっぱり全部閉まった。やっぱ天井が高いっていうのは重要ですよね。ここのスピーカーは何だろう。あれか、ボーズだったりするのかな。いいですね、いろいろこういうホテル一つ持ちたいものなんですよ。一つね、あんな感じね、こういうホテルを一つ持ちたいものです、いずれ。先ほどまでムーディーだったこのスペースも電球を蛍光灯にしちゃうともうただの会議室です。なので電球というのがいかに重要なのかっていうのが分かりますね。もうほんとただの安っぽい会議室になりましたね、雰囲気が。照明っていうのは本当に大切ですね。やっぱりこの天井の高さっていうのは本当に重要ですよね。これだけですごく安っぽくなりますね。天井の高さと照明。小田原のヒルトンホテルからです。家族旅行中です。たまたま無料のチケットをいただいたので、本日は小田原のヒルトンホテルに来ております。チャペル。もちろんこの時間誰もいません。